Welcome to TGK Light Up TV。 おはようございます。ということでね、今外に来てます。博多駅ですね。あんまり大きい声でやれないです。やりきれないです。さすがにちょっと恥ずかしいし、今から京都行ってまいりますので、京都大会頑張っていきたいと思います。博多駅に来ること自体かなり久々ですよ、マジで。新幹線乗るのが久々、久しぶりだろ。おはよう鳩たち。おはよう。どれだ。10時15分ののぞみですね。のぞみ20号。チケットをね、中山さんに取ってもらったんで、これで行きたいと思います。乗れますよ、新幹線。いやー、ワクワクしますね。ちょっとこれは新幹線乗るのも久しぶりやし、どっかに行くのが久しぶりやから、こののぞみ10時15分ですね。ちょっと東京まで乗り過ごさないように、ちょっと車内は TGK ライトアップ TV をちょっと編集しますわ。TGK ライトアップ TV。 ちょっと控えめにやってますしげさん。ということで、先週ですね、あの練習の模様を多分配信してると思うんですが、今日は、キーパーバトル京都大会と、キーパーバトル京都大会にやってまいりました。はい、ということで、完全に選手モードで、前回の福岡大会の時はこのシャツにすら袖を通せなかったっていうぐらい忙しかったんですけど、今日はこのキーパーバトル楽しんでいきたいなと思います、はい。はい、目標は怪我をしないことですね。え、優勝じゃないんですか。優勝は一応目指しますが、しかしって感じですね。優勝ですよね、やっぱ欲しいのは。やっぱ大人の男性に負けないように頑張りたいと思います。はい、って感じで、っていう感じでちょっと頑張ってください。はい、レポートしていきますんでお願いします。はい、相手、これ第1戦目だったんですけど、この方が、京都大会優勝者ということでですね、TGK 盛大に外しておりますが、負けましたね。3対1だったのかな。わー、ナイッシュ。今のは止めれないですね。今のは止めれないですね。盛大に外していく。いやー、なかなかね、やっぱうおー、そこも届かない。反応が遅いんですよね、TGK。もうちょっとこう、シュンシュンシュンって動けたらいいんですけど、なかなかね、男子のこういう強いシュート、取れませんでしたね。いや、今のギリギリゴールですね、ゴール。やっと1点取りましたね、TGK。はい。いいな。2対1かな、今。前に弾いたところ、そう、キーパーバトルは前に弾いちゃうと、ハーフよりハーフまで出てきて失敗していって、めちゃくちゃいいキーパーされたんですよ、されたんですよっていう言い方もおかしいですけど、あのめっちゃいいところに蹴ってもね、全部弾かれたんですよね。あ、やっと止めました。すっごい汚い止め方しましたね。ちょっとこうパンって止めれないもんなのかなって自分でも思うんですけど、後から見るとですね、まあまあまあ、でもダイビングの形が汚くても止めてますから、もうこの辺からもうバテてます、TGK。入る気がしてないです。出てこない。出てこない。もうだいぶバテてますね、この辺。入る。真っ正面。本
ットキックが冴えてなかったこの日は、マジで。おー、ナイスキーパー、見ました？飛べるんですよ、TGK、一応この日はね、なんかね、わかんないですけど、左の調子がえらい良くてね。おー、ダサいダサい、なんてダサい失点の仕方を。3対1ですね、これで。あ、4対1。あ、だいぶ失点してます。ふわっと蹴ったものの、やっぱ身長は高いキーパーには通用しなかったね。おぉ、カエルのようなダイビング、ちょっていう感じでね。あー、やっと入りましたね。5対2ですか、これで。おぉ、ナイスキーパー。そう、左をね、めっちゃ止めたんですよ、この日。はい、第2戦目です。結構ね、キックね、頑張ったんですけど、ことごとく止められたんですよね、第2戦目は。1戦目よりもキックいいとこ飛んでたんですけど、うわー、メッシュ、もう今見ました、キワキワですよ、もうキワキワに来られるとね、なかなかスピードがあるシュートだと、ちょっと TGK は追いつけなかったですね、ちょっとスピード磨かないといけないなって、改めて思いましたけどね。キックの種類ですよね。こう結構自分のタイミングで落ち着いてね、わー、ナイスキーパー、すげえ、落ち着いて蹴ることを意識したんですけど、それでもね、こうボールがちょっと軽かったのかな、ボールがね、浮いちゃうっていう。でこうちょいちょいね、こうふわっとしたループ気味っていうか、こうバックスピンでふわっとね、上を越していくようなボールも蹴ったんですけど、こういういわゆる今みたいなボールですね。切り替え大事、取れなかった時の切り替えも大事ふわっといったんですけどね、枠入んなくて、この時は。はい、途中、最初の2戦とか3戦まではこう、ね、相手の切り方とか見てスッと前に出てきたり、ちょっとポジション、ね、変えたりっていう工夫をしてたんですけど、もうバテバテになってきた後半はね、ほぼ何もしてなかったですねなんでもうボコつく入るっていう感じになったんですけど、この時はまだね、しっかり集中してましたね、比較的。決めるかな、そろそろ決めてほしいよ。入らない入らない、もう本当にね、入らなかったこの大会。っていうか私のキックなんですよね、問題は私のキックになるんですよ。確かね、不意にハーフボレー蹴ったんですよね。それが確か入ったんですよ、この試合は。そして、ここかな、これが入ったんです。そうそうそう、これで1対1です。ハーフボレーの方が得意なんですよ、私、サイドボレーなんで、ハーフボレー使って決めに行ったんです。だいぶね、お互いにバテバテですけれども、ね、1点決めちゃうと味を占めてね、その連続技で使っちゃうっていうのがよくありますね。ギリギリ変わりましたね、今の構えが遅れてる、はい、構えをしなきゃ入るから、普通に考えてっていう、そこら辺のね、やっぱ疲れてきた時に、ああ終わりましたね。いかに構えてタイミング取ってっていうのはできるかっていうのはね、キーパーにとってすごい大事だなって、もうこの大会通して改めて感じましたね。第3戦目です。第3戦目はね、後ろからね、取ってもらいました。ここまで勝ちがないので、ちょっと勝ちたいなっていうすごい意気込みを持って臨んだ試合だったんですけど、そう、こういうね、ふわっとしたボールとかも入れつつ、止めつつみたいな感じで、この試合の目標は完全にね、ちゃんとゴールを決めるっていう目標のもと、
どんどんこうテンポをね、さっきより上げて蹴っていこうっていうような感じだったから、もう入んねえって言ってますね、たぶん。ゴール失点しました。私この時点でだいぶ心折らってます。もうだまたダメなのかって思ってます。ナイスキーパー。相手のナイスキーパー見るとテンション上がるんですけどね、対戦してるとどうももうシュート入んないんじゃないかってやっぱり思っちゃいますよね。ハーフボレー蹴ったらダメなんですよ、今まだ絶賛練習中なんで、ハーフボレーは。さあ2点入りました。もう TGK 心的にはもうね折れてます、だいぶキックが全然取っていかないんだよな、これからでもね、逆襲が始まったみたいなんですよ。もうね、この時点で、あ、もう負けたな、よくて引き分けだなって、これで今に来て入りましたね。よくて引き分けだなとかって思ってたから、多分もう逆転したことに気づいてなかったんでしょうね。決めていきますよ、ここから。やっぱね、キックの自分のね、置いてボール蹴る時のキックの吸収もう持っとく必要あるなってすごい思いました。これです、これ今見ました、ループシュート、あれがね気持ちよく入ったのがね良かったですね。今のね2対2ですかね、はい、シュートも危なかった、入ったかと思いましたね。味を占めてね、もう一回同じことするでしょ、入らないです、そんな甘くない、この世界そんな甘くない。わーい、ナイスキッカー、飛べるね意外と。これで3点目です、3点目で、TGK 的にはこれで2対2でやっと追いついたぐらいにしか多分思ってなかったんですね。唯一のこれ勝ち試合でございます、皆さん目に焼き付けといてください。もうないですからね、言っときますけど、正面にしか見えなくて終わってへこんでおります、負けたと思ってね。とうとう勝つ勝利なんですよ。勝ったんですか？でもそうです、3人勝ちました今。あ、違ったっけ？引き分け？いや、勝ったと思います。勝ったと思います。え、今何対何ですか？何対何？3対2。勝ったんですか？はい。あ、勝った、やった。数えてなかった。3対2初めて勝ったんですけど。嬉しい。初めてですね、はい、勝ちたいって言ってたんで。はい。まずは一生が、ありがとうございます。僕は勝利がなくてなんかズーンとした形で福岡に帰るのかってちょっと恐れてたんで。私も恐れてました、はい、とりあえず一生できたんでよかったです、はい、3位やったじゃないですか。え、嘘でしょ。ほんまっすよ。うわ、たまたまこれのありがとうございます。ここですね、4番。はい、ということで、予選トーナメントですね。こうアップがすごい。予選トーナメント1勝2分け2敗、はい、1分け3敗か分かんないですけど3位通過だったみたいなので、決勝トーナメント進出ということで全員進むんですけど全員進むんですけど3位通過っていうことで、はい、はい、ちょっとこっから負けられないので、ちょっともうちょっと負けられない戦いが、もうちょっとギア入れて頑張ります、はい、ね、最後ね、3対2で勝った時もね、なんか自分が数えてなかったから分かんなかったっていうね。そうっす、状態ですけど。はい、意気込みを最後。いやー、そうっすね、ちょっと悔いが残らないように、勝っても負けても悔いが残らないように全力でやりたいと思います。中山としてはやっぱり1回だね、1回は勝ってほしい。もう1回勝ちましたよ。トーナメントです、ね、トーナメントで1回ですよ。いや、勝ちたいですね。1回は最低1回勝ちたい、はい、勝ちたい、勝って帰りたい。ぜひ勝ってください。頑張ります。待ってください。ありがとうございます。で、まあですね、これ決勝戦なのかな、最後、あと予選リーグ5戦全部あったんですけど、まあ負けと引き分けかなだった感じで、まあ、決勝戦やったんですけども、あっけなく負けてしまって、こういう感じでね、すぐボール見送っちゃってたんですよ。もう体力の限界とゴールに入らないことへの自分へのイライラ
でもうちょっとね完全に集中切れてましたよね。だからもう本当対戦相手には本当に申し訳ない試合をしてしまったなと。多分インスタライブでね、中山さんのインスタライブで見てた方もいらっしゃったと思うんですけど、本当に自分のメンタリティの弱さ久しぶりにこうなんかこう結果が出るような試合、まあまあフットサルではね結構ガチガチでやってたりもするんですけど、なんかこういう大会でまあ改めて自分のそのメンタリティの弱さを感じたなっていう気はしましたね。はい、負けました。トーナメントを攻めるのはもっと練習したいなって思いましたね。はい、お疲れ様でした。はい、ということでね、キーパーバトルをやってきたんですけれども、まあ、結果一勝できたっていうのと、まあ、一番最初の目標であった怪我をしない、まあ、これがね達成できたので、まあ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 、よかったってことにしましょう。あの本当に男の人のシュートってえぐいスピードも速いし、あのパワーもえげつないし、これ私キャッチしたら腕持ってかれるんじゃないかなってダイビングした時何回か思ったの でしかも福岡大会で結構ねそういうシーンを見ちゃってたので、言い訳をするとですね言い訳をしちゃうとですね、まあなんで怪我せず帰ってこれたんで、まあ一勝もできたんで、まあよしとしましょう。反省点としては、まあキックがまあやっぱりちょっとヘボすぎたっていうのと、あとはあれですね、メンタル面、この前だいぶねメンタル面のさ動画2本とか上げてんのにさ、お前その程度かよって自分でちょっと思いましたもんこう蹴って止めて繰り返していく中で、こうなんかこうなんて言うんだろうな、こう自分をモチベートし続けるっていうのは非常に難しいなっていうのは思いましたね。なんでまあこの2点ちょっと改善して、今度何大会に行くんですかね、福岡大会なのか、大阪大会なのか、どこなのか、名古屋なのか、どこか分かりませんけど、またねキーパーバトルは毎年毎年あの福岡ではやっていく予定でもありますし、あのこれからね各地でもキーパーバトルあると思いますので、概要欄の方にねキーパーバトルの公式サイト貼っておきますので、今ねちょっとこういう状況なんでなかなかこう開催がねできなかったり延期になったりっていうのもありますけれども、ぜひぜひね皆さん参加していただいたらかなり楽しいです。正直ね私は正直あのもう男の人に勝てる見込みはないなって正直思っちゃったもんで、だってなでしこジャパンとかが大学生とか高校生とかとね練習試合して負けたりするわけですよ。だから代表のキーパーですら男性のシュートを止めるのって難しいっていうことじゃないですか、いわゆる。だからそう考えるとちょっとなでしこ大会を本当に本格的に検討したいなって思います。皆さん平井さん来てくれますか。女の子の方とかさ女子のなでしこリーガル構いませんよ、来ますよって声をこう届けてもらったら TGK 頑張って動きますんで、なでしこ大会ぜひやりたいですね。そこだったらもうちょっと自分のことモチベートして頑張れそう。私多分どっかでまあね、あまりよろしくないですけどちょっと無理じゃねみたいな、男相手に無理じゃねみたいなことをちょっとどっかで思ってたはずなんですよ。だからそれがダメだった、それが今回の範囲、ちゃんとねやらないといけないから。じゃあそういった意味でもなでしこキーパーバトル、なでしこキーパーバトルやりたい、やりたいです。皆さん言ってますよ今、やりたいんです。だから皆さんメッセージをください。はい、ということでですね、キーパーバトル、惨敗でしたが楽しかったです。京都大会またねぜひ、大会があればやっていきたいなと思いますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。ということで、女性のキーパーコーチだったりとか指導者の方、あとは女子サッカー選手ゴールキーパーの方、ぜひぜひ、公式の LINE アカウントまでご連絡いただけたらなと思います。それでは、今回の動画良かったよ、TGK はまあ頑張ったんじゃないのって思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See ya!